江戸川慶史。今からお話しするのは、眠れる預言者という異名を持っているアメリカの、まあ、超能力者と言われています。その能力というのはいわゆるフィジカルレーディングという分野になりますね。どういうことかというと、医療、特にそうですね、場所距離を問わずそれを言い当てる、まあリーディングというのはそういうものですね。リーディングの最中全く別の人格が入ってくるということで、これは彼自身が証言しているんですね。まあ数を挙げればキリがなく、そういう例が1万5000弱あって、もう次から次、次から次、引く手はまたなんですね。で、海外からも来るんだけど来れないっていう人は催眠状態に入ってそこへ飛ばすんだ。すると的確にそれを指示することができた。距離と時間に関係ない。だ、患者がそこにいなくてもフィジカルレーディングできたという、まあ、異例の人物ですね。アルザルから波動を受けると、これシューマン振動ってことは聞いたことあります。 7.83Hz、 これ地球の脳波なんです。ここにチューニングすると地球と会話できるんですよ。ですか、アカシックレコードも全部ここに入ってる。人類登場、これは彼曰く1050万年前だと言ってる、で、もともと大陸が5つあったと。そのうちの1つの大きなのがアトランティスであったと、で、アトランティスの方が先人類が発祥したと。そのうち数十万年かかって文明を発達させて、5万年前に都市ができて、それで1万年ほど前に科学が極まった後沈没したと。で、これがアトランティス。で、面白いことにこのアトランティスには巨大な生き物がいた。地面を徘徊して人間を襲う。で、重力制御装置で飛翔した。飛んだ。で、巨大なエネルギーシステムを持っていた。で、太陽活動が異変することによってこのエネルギーシステムが狂った。今太陽おかしいんです、実は。これから起こることっていうことで、まあ、特に時代的に、まあ、時間軸がちょっと違うのかもしれないけど、アメリカ西部で巨大な地殻変動が起きると。ヨーロッパ北部が同時に激震が走って、ヨーロッパ北部が大壊滅する。日本列島の大部分が海に沈む。これを知った小松左京が小説に出したのが日本沈没なんです。両極地方が隆起、大西洋と太平洋に陸地が生まれる。これがね、ムー大陸とアトランティスが再浮上するという当時は言われてましたね。ニューヨークは消滅、五大湖はメキシコ湾に水を注ぐことになる。ということは西部一帯が陥没して海になるということだな。ロサンゼルスとサンフランシスコはニューヨークよりも先に消滅する。これもし時間軸というこの縛りをなくすとどういうことが起こるかというと、イエローストーンが大噴火したらこうなります。イエローストーンが噴火するだけです。今盛り上がってるんです、イエローストーン。で、あそこバイソンとかももう逃げてていなくなってきてる。で、群発地震的なものも起こってるし、とこのケーシーの予言っていうのはね、今全部外れた外れたってなってるけど、だから彼の話でも10万年前とかそういうの出てきますけど、10万年を1秒にしちゃうこともできるんです。で、このことに言い当ててる人物いるんだよ。この神社の宮司、多次元同時存在の法則ってそういう意味なんだ。あらゆることが実は
一つ、たくさんの神とも一つ、多くの時間あっても実は一台、時間軸さえ外してあげれば相当な確率で言い当ててると僕は思っています。